道路地図にあまりの崩落の激しさに日本のトンネル技術が敗退と書かれたトンネルが静岡県と長野県の県境にあるのをご存知だろうか。中央構造線という世界最大級の長さを持つスーパー巨大断層中央構造線に沿って建設された青崩れ峠トンネルのことだ。今までの土木工事の常識が通じない、攻略不可能と思って大きく東に迂回したら、その迂回先がもっと建設困難であることが判明。180億円かけて高速道路トンネルを掘ったものの、その後計画は中止、そのトンネルはただの生活道路となった。未完成のインターチェンジを残して、しかし今年その歴史が覆される。2001年、もう一度しっかりと地質調査をしたら、絶対にダメだと思っていた中央構造線の西側が道路工事可能という結果になったのだ。そして計画開始から70年の時を経て、2023年5月30日青崩れ峠トンネルが貫通した。国土交通省の職員の方に問い合わせ、その真相に迫った三遠南進道と青崩れ峠トンネル、そして前後の難所、青崩れ峠トンネルが貫通したのを記念に、昔作った解説シリーズの総集編を作ったのでご覧ください。ただ2年前でだいぶナレーションの質が低いことはご了承ください。日本全国で販売されている道路地図に、あまりの崩落の激しさに日本のトンネル技術が敗退と書かれた場所があることをご存知でしょうか。ついこの間の2017年まではしっかりと赤枠に赤文字で指摘されていた場所とは、静岡県と長野県の県境にある峠、青崩れ峠のことです。この峠には国道152号が通っているんですが、今まで一度も車が通れたことがない未開通の国道となっています。しかもこの国道152号は、このような分断国道あるいは点線国道がもう一箇所ある上に、昔のルートも含めたら現在どころか未来永劫建設予定すらない場所があるんです。もっと言うと、この国道152号は国道すらまともじゃないのに、70年以上前から高速道路が計画されていました。なんと2本も。今回はそんないろんな意味でネタがたくさんある国道152号、三遠南進自動車道、青崩れ峠などについて紹介します。本動画はこのような構成でお送りします。昔は日本有数の幹線道路だった国道152号とは、長野県の東側にある町上田を起点に、八ヶ岳や赤石山脈、いわゆる南アルプスに沿って東海道の真ん中にある大きな町浜松を結ぶ中日本を南北に走る幹線道路です。地図を見ると沿線に大きな町もない、地元の方以外誰も使わなそうな道路ですが、実はもともと教科書に出てくるような日本屈指の幹線道路でした。その道路の名前とは秋葉街道、人によっては潮の道とも言います。この道路は太平洋と内陸の長野県をつなぐ超重要な道だったのです。生き物が生きるためには潮が必ず必要ですが、それが長野県では取れないため、この秋葉街道といった潮の道を通して運ばれたのです。もちろん潮だけでなく何でも運ばれました。そしてこの道は長野県民が外に出るのにも使われました。一番有名な例だと戦国時代の武田信玄です。武田信玄は秋葉街道などを通って京都を目指し、三方ヶ原の戦いで徳川織田連合軍を破ったと言われています。なぜ現在の国道開設をするのに大昔の道路の話をするのか。それは国道152号や三遠南進自動車道は、この秋葉街道、そしてそこから枝分かれする道路、通過する町のつながりを意識して建設されているからです。国道152号、今から68年前の1953年に国道152号は秋葉街道、そこから枝分かれする道小川路を元に指定されます。当初は現在と違い、飯田を起点に稲山地を斜めに横断し、上村地区から現在の国道152号に代替沿う形で浜松に向かっていました。飯田から国道152号の方に向かって山を越え、浜松に向かう道路、何かのルートに似ていないでしょうか。そうです、現在建設中の三遠南進自動車道です。三遠南進自動車道とは、初代国道152号に沿う形で計画建設されているミニ高速道路なんです。その後国道152号は起点を長野県の上田に変更し、現在の形となります。そんな国道152号が道路好き、国道好きに大人気な理由は、
約70年間2カ所も国道が分断され続けており、今なおいつになったら全線開通するか全くわからない。そして通過できる峠も毎年3ヶ月は通行止めと、国道としてまともに機能していないからです。日本政府がやる気がないからではありません。政府やゼネコンは世界最高の土木技術を惜しみなく投入して全線開通を目指しました。そして負けたのです。そんな未だに克服できない峠とは、青崩れ峠と地蔵峠、そして冬は通れない峠とは文具峠です。冒頭のあまりの崩落の激しさに、日本のトンネル技術が敗退と書かれた峠は青崩れ峠のことです。なぜ高々峠2カ所に道路を通すことができないのか。それは国道152号に沿って世界最悪レベルとも言われている岩盤崩落地帯、中央構造線があるからです。中央リニア新幹線とかは建設できるのに、なぜ国道152号は建設できないのか。それはリニア新幹線が中央構造線とほとんど関わらなくて済むよう、直角に最短ルートで乗り越えるのに対し、国道152号は中央構造線と並行しているからと言われています。浜松では6車線にもなる国道152号は、青崩れ峠と地蔵峠では人がやっと歩けるレベルの登山道となり、他の場所も改良前はすれ違いすらできないほど狭く、カーブだらけでした。そんな険しい山岳地帯を通っているため、国道152号は何度も崩壊しています。2020年には大雨で国道が壊れたから、近くの県道を迂回路にしたのに、その迂回路も土砂崩れで崩壊し、反対側に行ける方法がなくなったりもしました。三遠南信自動車道、こんな道路を管理建設している飯田国道事務所などは大変な思いをされていると思いますが、なぜか高速道路の計画はものすごい攻めています。なんと三遠南信道は国道152号が指定される前から計画されていた上に、2本も建設するつもりだったのです。現在も国道すらまともに走れない、いやそもそも車が走れない場所が2カ所も残り続けている。しかもいつ完成するのか誰にもわからないほどやばい国道なのに、並行してミニ高速道路が2本も計画されていたんです。国道が指定される6年前から。今から74年前、高速道路が一つもない GHQ やマッカーサーが日本にいた時代に、三遠南信道は中央道南アルプスルートから分岐する形で計画されました。この計画は中心となる中央道南アルプスルートが頓挫したことで消えてしまいますが、東名高速が全通した翌年、愛知県から三遠南信自動車道の計画を発表したことで復活します。この動きはやがて隣の静岡県や長野県にも広がり、政府の道路建設計画の仲間入りを果たしますが、ルートはかなり攻めていました。飯田で中央道から分岐して佐久間まで進み、そこから浜松と豊橋に分かれるという逆 Y の字で高速道路を建設しようとしたんです。高速道路で秋葉街道を復活させたい、なんで国道すらまともに通っていない場所にいきなり逆 Y の字の高速道路を建設しようとしたのか。それはもともとこの地域は潮の満ちや天竜川などを利用してとても深いつながりがあったからです。何十年経っても一向に良くならない秋葉街道国道152号に対し、東海道はどんどん発達して格差が広がっていく。静岡県西部遠江と愛知県東部三河、そして長野県南部南信という3点を高速道路でつなげて人の流れを復活させたい、この思いは強くなり、三遠南信自動車道は三遠南信トライアングル構想の中心として強く推し進められました。インフラが整った暁には首都を東京から移転させることも考えていたそうです。余談ですが、逆 Y の字のインフラ計画は鉄道でも進められていました。未成線が好きな方は国鉄佐久間線という路線を聞いたことがあると思います。飯田線の中部天竜駅から旧国鉄二俣線の遠州二俣駅をつなぐ鉄道計画で、走らせようと思えばそのまま遠州鉄道に乗り入れて浜松まで行くことも可能な計画でした。話を三遠南信道に戻して、こういった流れがあって国道474号三遠南信道の計画は立てられますが、なかなか工事は進みませんでした。全国各地にある他の高速道路計画と限られた予算を奪い合うことになったからです。さらに国からもさすがに2本も高速道路は作れないと言われ、東名高速と飯田を結ぶ1本の高規格道路として三遠南信道はまとめられていきます。国道も開通していない場所に高速道路、
道路計画の無駄は他にもありました。実はもともと三遠南新道は国道152号の建設・改良とは全く別の計画です。人の往来が少なくなった過疎地に国道152号の未開通区間の建設やバイパス建設をしながら並行してミニ高速道路も作るのは誰がどう見ても無駄です。そういうわけで国道152号の未開通区間は三遠南新道の計画に合体させ、青崩れ峠といった難所を克服しようとしました。基本的に60から80キロで走れるように設計された低規格の高速道路、つまり三遠南新道のような高規格道路は東名高速のように有料道路とし、建設費を回収しようとしていました。しかし車があまり走らないことが分かっている道路は有料にしても建設費の回収がいつまで経ってもできません。それに三遠南新道は国道の未開通区間の建設と合体しています。高速道路というよりも国道152号のバイパス、もしくは生活道路として使われる道路からお金を取ることはできないため、税金で建設することにし、ほとんどの区間をしばらくはタダにすることにしました。こうして一番建設が大変だと思われていた小川路峠と青崩れ峠で工事が始まりますが、青崩れ峠では想像以上の岩盤の悪さに計画が頓挫、そして景気の悪化で国もお金がなくなり、さらに計画が見直されました。小手先のバイパス建設では克服できない場所にはミニ高速道路の建設を続けますが、それ以外の場所は国道を徹底的に改良することで、なるべく安い金額で三遠南新道を建設しようとしたのです。建設する道路の規格自体も4車線から2車線に減らし、消防設備が高くつく長大トンネルはなるべく建設しない。そして危険物を積んだトラックなども最短距離で飯田方面に走れるようにする。こうして三遠南新道の建設は進んでいったのです。皆さんは1年間に23回も巨大な崖崩れが起きる国道をご存知でしょうか。もちろん代わりの道路なんてありません。あったとしてもそちらの道路も崖崩れがしょっちゅう起きます。そして直そうとしたら再び崖崩れが起きる。4年間ずっと崖崩れが起きて、どうやって直せばいいのかすらわからない場所までありました。そんな道路管理者からしたら鬼のような道路とは、国道152号と三遠南新自動車道の原道である国道473号です。はい、皆さんこんにちは、もへじと申します。今回も前回に引き続き、国道152号と三遠南新自動車道について紹介しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。三遠南新自動車道の計画。三遠南新自動車道という名前だけを聞くと、どこかの地方に新しい高速道路を計画しているのかと思いがちですが、実態はかなりややこしいです。まず三遠南新道とは、中央道の飯田山本インターチェンジを起点に長いトンネルで稲山地を横断し、中央構造線と並走しながら新東名とのジャンクションである浜松稲佐ジャンクションまで向かう道路です。そしてこの道路は高速道路に似ていますが、高規格幹線道路というもので、どちらかというと国道のバイパスに近い自動車専用道路です。さらにややこしいのが、一本のミニ高速道路として建設されていないんです。各地域ごとにバラバラに道路が建設されており、それぞれに名前がついています。しかも三遠南新道のうち3割は建設しない予定なんです。なんと並行する国道152号を徹底的に改造して三遠南新道の代わりとするんです。なので三遠南新自動車道は飯田から順に飯田化道路、小川路峠道路、国道152号の改良区間、青崩れ峠道路、国道152号の改良区間、三作保佐久間道路、佐久間道路、三遠道路が組み合わさった道路となります。もともとは東名高速道路とぶつかる場所まで建設する予定でしたが、ずるずると計画が伸びるうちに新東名が開通したことで、東名と新東名の間の区間はこの2つの高速道路を結ぶ連絡道路、稲佐連絡路として建設されました。ただ高速道路の番号は三遠南新自動車道と同じ番号の E69 となっていて、もともとは三遠南新道の計画だったことがよくわかるようになっています。三遠道路、佐久間道路、それでは終点の浜松稲佐ジャンクションから順に道路たちを紹介していこうと思います。三遠道路、愛知県と静岡県の旧国名、
三河と遠江から名前が取られているように、三円道路は愛知県の東栄から静岡県の浜松稲佐ジャンクションを結ぶ自動車専用道路です。ジャンクションの手前に浜松稲佐北インターチェンジがあるため、ここから乗り降りするなら三円南信自動車道をすべてタダで走れます。もともと全線片側2車線で計画されていた三円南信道ですが、建設に何十年もかかったことで国の予算が少なくなり、計画は見直されて片側1車線で建設されています。現在は稲佐ジャンクションから蓬莱橋まで開通しており、2025年に全線開通予定です。佐久間道路、旧佐久間町と東栄町を結ぶ7キロの自動車専用道路です。三円道路と同じように片側1車線で全線開通しており、長いトンネルだらけのとても走りやすい道路です。三作保佐久間道路、この道路は三円南信道で一番最後に工事が決まった場所のため、2021年現在全線が工事中です。三円南信道は基本的に工事が難しい場所から建設が始められており、この三作保佐久間間の国道は曲がりくねっていて、中途半端に狭いながらも走ることができます。ただこの区間、中央構造線をまたいでいる上に、その後もずっと中央構造線のすぐそばを走っているんです。つまり巨大な崖崩れが何度も起きる危険地帯です。国土交通省によると、毎年7回以上は崖崩れで国道が通行止めとなっており、2011年には23回も崖崩れが起きました。資料には当時の生々しい災害の写真がはっきりと載せてあり、巨大な岩や大量の土砂が国道を破壊しているのがわかります。それだけではありません。皆さんは原田橋という吊り橋をご存知でしょうか。天竜川の険しい渓谷をまたぐ大きな吊り橋が建設中の橋と一緒に崩壊した場所のことです。まだ技術が低かった昔の話ではありません。2015年の出来事です。すでに動画にした橋のことをなぜまた紹介したのか。それはこの橋を通過する道路は三円南信道の原道である国道473号だからです。毎年何回も道路が寸断される上に、建設中の橋も崩れ落ちるほど危険な三作保佐久間間にもミニ高速道路を早く作ってほしい、地元の方々が願うのも国が考えるのも当然の成り行きでした。どうやって中央構造線を越えるか。後回しにしてきた三作保佐久間間にも三円南信道を作る、100歩譲って作らないなら今ある国道を徹底的に改良する、それが決まったのはいいものの、場所は岩盤崩落地帯です。しかも場所は秘境ともいえる森林地帯、たくさんの貴重な動植物がいます。調査をすると野生での絶滅がとても高いクマタカと赤石山椒魚が住んでいる。この次の動画で紹介する草木トンネルのように、中央構造線に負けて建設失敗とならないようにし、将来も崖崩れがなるべく起きないようにする、なおかつ貴重な動物の住処も壊さない、もちろん建設費はなるべく安く、そしてなるべく早く作ること、こんな無茶ぶりとも言える条件で三作保佐久間道路の建設計画は進められました。国交省は佐久間から青崩れ峠の目の前まで全線ミニ高速道路を建設する一案か、岩盤崩落地帯である佐久間三作保間のみミニ高速道路を建設して、青崩れ峠までは国道を大改造する2案、そして国道の大改造だけで済ます3案の3つを比較しました。ここで特に意識されたのは中央構造線をまたがないこと、そして中央構造線の西側は崖崩れの回数が東側よりも少なくて被害も少ないことでした。最終的に中央構造線の西側のみを通り三作保まで建設する2案が採用され、2019年より作業が始まりました。東側に作るとどうなるか。ちなみに東側に作るとどうなるか、それは飯田線を見れば答えが出ています。鉄道好きの間では有名ですが、 S 字橋、渡らずの橋というのをご存知でしょうか。鉄橋が S の字を書くように曲がっており、天竜川を渡ったと思ったら再び川を渡って戻るという、何のために作ったのと聞きたくなるような橋ですが、この橋こそが中央構造線の恐ろしさを形にしています。もともとこの区間はトンネルで通過する予定だったんですが、掘っている最中に山が大崩落を起こしてトンネルを押しつぶしたんです。どんなに頑張っても危なすぎるからと危険地帯を丸ごと避けたことで渡らずの橋が建設されました。
こちらも当時の工事史をもとに動画を作ったので、よければご覧ください。上下線合わせて4車線の立派なミニ高速道路として建設したのに、ちゃんと使われる前に捨てられたトンネルがあることをご存知でしょうか。そのトンネルとは国道474号草木トンネル。もともと東名高速と中央道をつなぐミニ高速道路としてトンネルを掘ったのに、その先を建設しようとしたら人類では絶対に勝てないレベルで地盤が悪いことが分かり、完成したばかりのトンネルを捨てた場所です。別の見方をすると、旧道はあるけれど現道は50年間も未開通で、これからも永遠に作らない。その代わりミニ高速道路を作ろうとした結果失敗したんです。建設当時、中日新聞は未開通の国道という汚名を返上するために建設省は頑張って掘っていると紹介しましたが、その先の道路建設で失敗し、さらに汚名を被ることになってしまいました。今回はそんな青崩れ峠草木トンネルについて国道152号の第3話として紹介します。本動画はこのような構成でお送りします。青崩れ峠、世界最速のスピードで毎年高くなっている山の隣を通り、世界最大級の巨大断層の真上にある危険な峠。それは国道152号が50年経っても開通しない青崩れ峠のことです。ちなみに世界最速で成長している山とは南アルプスこと赤石山脈で、世界最大級の断層とは中央構造線です。赤石山脈は1年に4ミリずつ成長し、中央構造線は断層が1000キロ以上も続いているそうです。そんな70年以上前から高速道路などの建設計画はあったものの、未だかつて道路を建設できた試しがない青崩れ峠は標高1082メートルの場所にあります。青崩れという名前の由来、それは青崩れ峠が巨大な岩がボロボロに壊れた場所、いわゆる破砕帯のど真ん中にあって、峠を歩くと剥き出しになった青い岩盤が見えるからと言われています。かつては大枯れという場所などでひっきりなしに岩が崩れ落ちており、まさに難所というのにふさわしい風景となっていたそうです。こんな岩盤崩落地帯にはそもそも幹線国道なんて建設できませんし、たとえ完成しても毎年崖が崩れまくって通行止めばっかりとなってしまいます。そのため国道が建設されるまでの間といってもすでに50年は経ちますが、隣にある峠道を迂回路としました。兵庫市峠、狭くて危険な青崩れ峠の代わりに整備されたのが標高1165メートルの峠、兵庫市峠です。武田信玄が京都を目指して進軍した時、2万5000の将兵が通るには青崩れ峠だと狭すぎるため、この峠も使ったことから兵庫市峠と名付けられました。峠の茶屋にはその時に使ったと言われている大釜が保存されているそうです。現在は飯田浜松両氏の指導となっていますが、この道はもともと林道村道です。つまりまともな迂回路ではありません。実際に国道152号が崖崩れで通行止めとなったと思ったら、すぐ近くの兵庫市峠も一緒に巨大な崖崩れで通行止めという、迂回路としてはダメダメの場所でした。迂回路の迂回路として指定されたルートは2時間半かけて120キロも迂回するという半端じゃないものでした。草木トンネル、どう考えてもまともじゃない2つの峠を何とかするために三遠南信自動車道の建設を決定した国交省は、50年間未開通の峠2カ所を最優先で建設することにします。それは青崩れ峠と小川路峠でした。国道152号の未開通区間というと青崩れ峠と地蔵峠が有名ですが、長野県の上田が起点になる前は飯田が起点で、小川路峠を越えるルートが国道に指定されていました。余談ですが、初代国道152号は飯田を起点に現在の国道151号に沿う形で飯田線が走る東栄町まで下り、そこから北に向きが変わって佐久間町まで走り、そして現在とほぼ同じ形で浜松へ向かう国道でした。つまり青崩れ峠、小川路峠を越えるルートは2代目、地蔵峠を越えるルートは3代目です。県道時代も含めるとこれらの道路で何十年も開通していない場所は青崩れ峠と小川路峠、そして地蔵峠です。つまりそれだけ工事が難しい場所なんですが、特に大変なのが青崩れ峠でした。
政府は山陰南信自動車道の建設で一番最初に取り掛かりますが、人間が持つ技術ではどうやっても道路が建設できないことがわかります。青崩れ峠は中央構造線の西側です。つまり西側がダメなら東側でチャレンジです。しかし国道152号も山陰南信自動車道も中央構造線の西側を通っています。現在三作保佐久間間に三作保佐久間道路というミニ高速道路が建設中ですが、21世紀の技術でも中央構造線を越えるのは何としてでも避けたいとルート選びで説明しています。草木トンネルが建設されたのは昭和末期から平成初期です。30年も昔の技術で中央構造線を横断するルートを決める政府と実際に作るゼネコンはものすごい慎重に進めました。1分間に2400リットル、インターネットでどれだけ調べても草木トンネルの難工事の様子は出てきません。なぜ出てこないか、それは考えうる全ての対策をやった上でさらに慎重に工事を行ったからです。どれくらいの危険地帯だったのか、トンネルを掘ったら山ごと崩壊するような場所が250メートル以上も続き、それを何とか越えても今度は1分間に2400リットルも地下水が湧き出る場所が続いている。皆さんは長さ1センチの四角形に20キロの体重がかかっていたらどう感じるでしょうか。持ち上げようとしたら手が引きちぎれることぐらい簡単に想像できます。これが草木トンネルの工事現場で起きた地下水の圧力です。どう考えてもこのままではトンネルなんか掘れない。何本もの穴を開けて徹底的に地下水を抜いてからトンネルを掘り始めますが、その対策を完璧にしても掘っている最中にトンネルは崩れまくりました。もちろん東名高速の日本坂トンネルのような大崩落は起きていません。常に小さな崩落が起き続ける中、慎重に慎重を重ねて草木トンネルは掘り進められたのです。ちなみにトンネルの工事方法は山岳トンネルでは定番のナトム、新オーストリア工法も使われました。新オーストリア工法とは長い杭、ロックボルトをトンネルから山に打ち込んでトンネルを山にしっかりと固定させる方法です。山は基本的に自分自身の力で形を保とうとするので、その力を利用してトンネルを掘り進める方法でした。しかし草木トンネルが通る場所は中央構造線、山の力も強くありません。そのため場所によっては長さが6メートルにもなる鉄の杭を大量に打ち込んでいきました。スライムだらけのトンネル、ドラクエなどで有名なスライムですが、草木トンネルが掘られた山はそんなスライム状の物体が大量発生する場所でした。もちろんあの可愛い形をしたスライムではありません。スライム状の土です。草木トンネルの工事では掘る時も一工夫が必要でした。だって岩が脆すぎて掘ることすらできないんですから。ハンマーでちょんと叩いただけでスライム状になってしまう岩とか、どう考えても脆すぎます。下手に掘ったら山が変形してトンネルごとぺしゃんこになってしまう場所。そのため掘る前に岩盤に大量の凝固剤を注入してしっかりと固めてから掘り進められました。それでも草木トンネルの本工事では立て続けに10から20立方メートルの規模で岩盤が崩れ落ちました。昭和63年、1988年から工事が始まった草木トンネル。草木トンネルは S 字状にくねくねとカーブしている変わった形のトンネルですが、ここに中央構造線の図を当てるとその意味が見えてきます。ほとんど直角に最短距離で中央構造線を横断しているんです。草木トンネルとは設計時速80キロ、制限時速60キロで建設されたミニ高速道路です。危険な岩盤崩落地帯を直角で横断しつつ、車は制限時速いっぱいまで快適に走れるようにしたい。どの文献にも草木トンネルの設計理由は書かれていないので、私の推測になりますが、この2つを両方とも叶えるために草木トンネルは S 字となったのではないでしょうか。もちろんこんな工事をしていたらお金はものすごくかかります。たったの 2.2 キロのトンネルとその前後の道路工事に180億円もかかったと言われています。そんな大量のお金と多くの苦労をかけて作った草木トンネルは1995年に無事開通を果たします。当時の資料を見るとものすごく喜んだ雰囲気がよく伝わります。本当の最難関はまだ先なのも知らずに。兵庫市峠トンネル、インターネットで探しても国会図書館に行ってもこのようなトンネルは見つからないと思います。
なぜなら存在しないからです。そもそも地質調査の段階で人類には不可能だと諦めたことで、このトンネル計画は消えました。くさぎトンネルの解説の通り、当時の政府は三遠南信自動車道の最難関は青崩れ峠を迂回し、中央構造線を横断するくさぎトンネルだと判断していました。同じくらい難しい場所があるなら同時に工事を始めていたはずです。地質調査から兵庫市峠で迂回するルートに大体決まった。そこで第一段階としてくさぎトンネルを掘り、その後改めて詳しい地質調査をして兵庫市峠の地下にトンネルを掘ろう。おそらく政府はこう考えていたはずです。名神高速でも東名高速でもそうですが、工事というのは全体ルートを決めるために大まかな調査をし、その道路の工事が決まったら改めて各場所の詳しい調査を行って建設を始めます。工事記録などがないため推測になりますが、兵庫市峠の場合も2回は調査が行われたことがはっきりとしています。1回目は草木トンネル兵庫市峠経由のルートを決める時の調査で、2回目は草木トンネルが完成した後、兵庫市峠のどの場所にトンネルを掘るか決めるための調査です。この2回目の調査で国土交通省は愕然としました。人間の技術では兵庫市峠の地下にトンネルを掘ることができないことを悟ったからです。青崩れ峠がダメだと思ったら兵庫市峠はもっとダメだった。最悪の事態に三遠南信自動車道の計画は追い込まれました。そして計画は中断。もう一度最初から青崩れ峠を越えるルートを考えることになったのです。その内容は次の動画で詳しく解説しますが、結果は草木トンネルを捨てるでした。あれだけ頑張って掘ったトンネルを捨てる、180億円という税金が無駄になったことや、計画失敗による国民からの非難は免れませんし、国のメンツもガタ落ちです。それでもここで方針を変えるべきだ、そう国土交通省は決断を下しました。長野県の飯田と静岡県の浜松を結ぼうと建設中のミニ高速道路三遠南信自動車道。この道路には180億円という大金をかけて必死に掘ったのに、すぐに高速道路のルートが変わって無駄になった場所があります。そのトンネルとは草木トンネル。道路が好きな方の間ではなんでこうなったのかと話題に尽きないトンネルですが、これまで肝心の理由が解き明かされていません。私の動画も含めて今までのほとんどの動画記事が作者の予想です。ひどいものだと国交省の調査ミスだという人もいます。果たして本当にミスなのでしょうか。その答えは国交省の担当者が持っているはずです。そこで聞いてみました。国交省に疑い出したらキリがないですが、正直ベースで答えていただけたと私は信じていますので、この動画にてお伝えしようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。最大の謎、三遠南信自動車道、そして草木トンネル最大の謎は、なぜ1977年頃の調査ではトンネルが掘れると言っておきながら、2001年の調査結果だと難しいと諦めたのか、これにつきます。そもそもなぜ2回も調査したのか、そして食い違った理由が謎です。さらに言うと、現在青崩れ峠の西側に青崩れ峠トンネルを掘っていますが、なぜ最初からそうしなかったのでしょうか。このことについても詳しく教えてもらいました。その理由は道路の調査方法と草木トンネルが建設された歴史、そして建設場所が世界最悪レベルの巨大断層中央構造線にあると。2回も調査をした理由、完全立体交差の自動車専用道路として完成した草木トンネルですが、工事の途中まではそこら辺のどこにでもあるような国道のバイパスとして建設されていました。もっと歴史を遡ると、最初は国道を青崩れ峠に建設しよう、それができないなら峠の地下に作ろうとしていました。しかし真下を世界最大の巨大断層中央構造線が通る青崩れ峠にはどう頑張っても国道を通せないことが調査でわかります。そこで青崩れ峠を迂回できるバイパスが建設できないかと調査をしますが、その時に建設できるし工事費用も安く済むと判断したのが、草木峠、兵庫市峠にトンネルを掘り、トンネルの間は林道を活用するルートでした。この1回目の調査というのは、だいたいどこら辺に道路の建設ができるか決める大まかなものです。どこが道路建設に向いているか全くわからない段階で闇雲に穴を掘って詳しい調査をするわけにもいきません。限られた予算と時間の中、だいたいどこら辺が安く安全に掘れるかを知るために、青崩れ峠周辺の地質について書かれた文献や専門書で調査をしました。
その結果が草木兵庫市峠ルートだったのです。大体のルートが決まったことで、まず一番掘るのが難しいと予想した草木トンネルを掘る準備に入ります。トンネルを掘るにはどこにどんな岩があってどうやって掘っていくかなどを決めなくてはいけません。そのために再び調査を行います。この2回目の調査ではボーリング調査というあちこちに深い穴を掘って地質を確認する方法が取られました。この2段階の調査方法は全国各地の道路建設で行われている方法で、青崩れ峠が特別なわけではありません。そしてこの方法は兵庫市峠でも取られました。調査結果が食い違った理由。1986年、昭和61年、ついに草木トンネルの建設工事が始まります。しかし、1年後、同じ場所に全く別の道路計画も立ち上がりました。三重南信自動車道です。同じ場所にミニ高速道路とバイパスを建設するのは無駄だし、兵庫市峠側のルートはヘアピンカーブが残ったままの計画だったため、青崩れ峠のバイパス計画は大きく変わります。もう建設を始めた草木トンネルはルートはそのままにして、ただのバイパスから完全日大交差の自動車専用道路のトンネルにグレードアップさせます。そしてまだ詳しい調査もしていない兵庫市峠の方は2回もルートが変わり、その度に長くなりました。時が経って1994年、草木トンネルは中央構造線の横断に成功し、無事開通します。次は兵庫市峠の建設だ、どこにトンネルを掘るかはっきり決めようと、1997年から2001年にかけて国交省はボーリング調査を始めました。しかし調査の結果は1回目の調査と真逆のものでした。専門書からは全く想像できないレベルで地盤がボロボロだということが分かったのです。専門書の内容が悪いのではありません。世界最大、そして世界最悪レベルの断層、中央構造線が専門家ですら想像できないレベルでぐちゃぐちゃなんです。これは安全な方だと言われている青崩れ峠トンネルの写真なんですが、いろんな種類の岩が集まりすぎてミルクレープを切ったような断面になっています。他の場所も1枚の岩がオメガのように曲がりくねっていたり、触った途端岩が砂に変わったりするところばかりなんです。草木トンネルでも岩がトンカチでつっついただけでスライムのようになりました。兵庫市峠はそんな青崩れ峠や草木峠よりもはるかに危険地帯なんです。これではどう考えても日本史上最悪レベルの難工事になってしまいます。でも1回目の調査結果で草木峠、兵庫市峠ルートがいいと判断して、もう草木トンネルは作っちゃった、もう後戻りはできないから、このまま兵庫市峠トンネルを無理してでも掘った方がいいのか、それともここで問題を受け入れて一から考え直すべきなのか、国交省は悩みます。そして国交省は英断を下します。青崩れ峠周辺を徹底的に調査して、大学の教授や経営者、そして地元の有力者と相談して決めることにしたのです。こうして2005年に開かれた懇談会は、草木トンネルが無駄になるのも覚悟の上で、トンネルが掘りやすくて工事費用もなるべく安く済み、維持管理もしやすいルートを話し合いました。その結果決まったのが、草木トンネルはルートから外して青崩れ峠トンネルを一から掘り直す方法でした。コンコルドの誤尾。皆さんは超音速旅客機コンコルドをご存知でしょうか。世界唯一の音速を超える旅客機だったんですが、この飛行機を開発したイギリスとフランスは、開発している途中からこのコンコルド計画は大失敗することが分かっていました。なぜ大赤字になるのが分かっているのに開発をやめなかったのか。それはすでに莫大なお金を使っていたからです。今すぐにでも開発をやめれば傷口が小さくて済むのに、もう引き返せないレベルでお金を大量につぎ込んじゃったからやめられなかった。そして予想通り大赤字となり、最後は乗っている人全員が亡くなるという大事故を引き起こして引退しました。この途中で方針を変えられなくなることをコンコルドの誤尾などと言いますが、国交省は兵庫市峠トンネルがこのコンコルドのようにならないよう草木トンネルを捨てる決心をしたのです。もちろん草木トンネルの工事費用180億円のほとんどが無駄になってしまったのは事実です。しかし180億円にとどめたのも事実です。そしてこの教訓をもとに慎重に慎重を重ねて青崩れ峠トンネルは掘られています。すでに調査用のトンネルは貫通したので、よほどのことがない限り数年以内に完成すると思います。経緯を話してくれた担当者の方はこうおっしゃっていました。2回目の調査で想像以上に岩盤が脆くても、普通は日本の土木技術だと克服できます。それが厳しいなら少しルートを変えることで問題は解決します。
しかし中央構造線はそんなレベルじゃないんです。国道152号といったら、日本の土木技術が負けた峠と道路地図に書かれた青崩れ峠が有名ですが、デコボコした不気味な素彫りのトンネルが21世紀どころか2011年まで現役だったことをご存知でしょうか。今回は国道152号シリーズの第5話として、連続バイパス区間や地蔵峠について紹介します。本動画はこのような構成でお送りします。なお、背景は佐久間から三作坊の間で解説場所と違います。ご了承ください。3連続バイパス区間、東京から奈良の間には現在建設中の1カ所も含めると500キロにもなる超巨大連続バイパスがあったり、岡山から広島の間にも130キロ近い連続バイパス建設計画がありますが、国道152号も連続バイパス、そして大改造区間が存在します。それは長野県側の青崩れ峠から飯田市上村の間21キロです。青崩れ峠から見て順に、甲呂市バイパス、和田バイパス、古道木バイパスの3連続バイパス、そして上町古道拡幅、向井万場拡幅という大改造区間と続き、現在建設中の三遠南進自動車道とつながります。新しいバイパスが立派な道路であるのは言うまでもありませんが、大改造区間もかなり攻めています。だって上下線合わせて一車線という全くすれ違いができなかった国道を川の反対側に道路を移して一から作り直したりと、もはやバイパスと変わらないレベルなんですから。そしてこれらの道路たちが変わっているのが、静岡県の浜松市と長野県の飯田市をつなぐ三遠南進自動車道という高規格幹線道路の一部なんです。高規格幹線道路とは分かりやすく言うと劣化版高速道路です。一番有名な道路だと関東をぐるっと回る圏央道が挙げられます。高速道路と勘違いしやすいほど立派な圏央道と歩道も信号もある道路が同じだとはにわかには信じられませんが、事実です。国も最初は圏央道と同じような立派な道路を作ろうとしました。しかし三遠南進道はそもそも使う人が少ない、そして青崩れ峠のように建設が失敗するほど岩が脆い場所が多かったため、凄まじくコスパが悪い道路でした。1987年に建設が決まってから30年以上も工事が続き、今なお完成がいつになるか決まっていない三遠南進自動車道、少しでも税金を節約するために一から作った方がいい場所だけ高規格道路を建設し、それ以外の場所は現在ある国道を徹底的に改造する。その結果連続バイパス区間が誕生したのです。甲呂市和田バイパス、この章では青崩れ峠から見て順に各道路たちを簡単に紹介していきます。まずは甲呂市バイパス、現在建設中の青崩れ峠トンネルが国道152号と合流する場所からこのバイパスは始まる予定ですが、現在ほとんどが工事中です。50年間車が走れない青崩れ峠を迂回するにはヘアピンカーブだらけ、すれ違いもまともにできない林道を通る必要があるんですが、そのくねくね具合、道路の狭さは国道区間になっても変わりません。画面のヘアピンカーブは右が兵庫市峠へとつながる林道で、左が国道152号です。林道と幹線国道が同じ幅なんです。せっかく青崩れ峠の北側までミニ高速道路を作っても、その先の道路がこれではダメなので、現在バイパスを作っています。ちなみに林道と国道がつながっているヘアピンカーブの交差点からは青崩れ峠へと続く国道が伸びているんですが、もはや走って大丈夫？と不安になるような道路となっていて、通行不能の看板が恐ろしげに立っています。次に和田バイパスです。こちらはひどい道として人気な国道152号の中では普通の理由でバイパスが建設されました。国道152号の旧道は甲呂市側と南アルプスの間をくねくねと走っており、平地に出たと思ったら今度は住宅街です。全線ですれ違いもまともにできない上に、道路を広げるにはたくさんの人に立ち退いてもらう必要があるため、川の反対側に思い切って立派なバイパスを作りました。なお写真に写っている不気味な人の顔が何なのかは分かりません。古道木バイパス、青崩れ峠から佐久間までの国道が1年間に最大23回も崩落するほど危険地帯だったことは、このシリーズの2話でご紹介した通りですが、危険地帯は長野県側にもありました。
それはこの古道記バイパスが建設された区間です。直近だと2003年に道路の半分以上が崩壊し通行止め、しかもまともに使える迂回路はないという最悪の事態に陥ります。一応藍戸峠を通るルートがありますが、生活に絶対に必要なバスやトラックなんて走れない。そもそも車がすれ違う場所がほとんどない、とても古い林道でした。そのためこの道路を管理している長野県は大急ぎで生き残った道路の部分を使って歩道を整備、ギリギリまでバスを寄せて、そこから歩いて家に帰れるようにしました。また2009年には1メートルほどある大きな岩が突然国道に落ちたりもしました。いつ死者が出てもおかしくない、そして地域唯一の幹線道路なのに大型車両のすれ違いができない道路を何とかするために、長野県は2本のトンネルと2本の橋でショートカットするバイパスを2015年に開通させました。生き物の内臓のようなトンネル、皆さんは中学校の理科の授業で人体の作りを勉強したでしょうか。人によっては小腸や大腸の実物を観察したと思いますが、たくさんのひだがついていると思います。この小腸のような形をしたトンネルが日本に実在するんです。しかもこの間まで幹線国道の現役トンネルとして、古道記から関町の拡幅区間を抜けると旧上村市街地を通過し、最後の原動活用区間向井万場拡幅区間へと入ります。この区間、すでにある国道を広くして快適に走れるようにした区間なんですが、一箇所だけミニバイパスになっているんです。そのミニバイパスとは豆ぞれトンネル、そしてそれまで使われていたトンネルが浦の沢トンネルです。このトンネル、手前のロックシェッドの部分から糊面が生き物のように波打っており、異様な形をしているんですが、こんなのはまだ序の口です。その先にあるトンネルを入ると生々しいほどに波打っていて、まるで生き物の小腸や大腸の中を通っているかのようです。雰囲気だけでも仰々しいですが、これがぶっ飛んでいるのが21世紀どころか2011年まで現役の幹線国道だったという点です。どう見ても上下線合わせて1車線しかないトンネル、トンネルの幅はたったの 3.8 メートルしかなく、途中ですれ違う場所もないため、手前のちょっと広い場所に信号を置いて何十年もの間交互通行をしていました。そして崖がすぐそばまで迫っているため、いつ岩が降ってきてもおかしくない危険地帯でした。地蔵峠とリニア新幹線、拡幅区間が終わったと同時に三重南信自動車道の一部である小川路峠道路のインターチェンジが見えてきます。そして三重南信道は大きく西に曲がって稲山地を横断、飯田へと向かうんですが、国道152号はまだまだ続きます。まずすぐに現れるのが地蔵峠です。この峠、青崩れ峠と同じように何十年も車が走れない峠で、代わりにジャボラ林道という林道で迂回します。ただ峠の周辺すべてが危険地帯の青崩れ峠と違い、地蔵峠は南半分が危険地帯となっていて未開通、反対の北側は頂上からすべて国道152号として開通済みです。まあ林道と変わんないスペックでヘアピンカーブだらけなんですが、ちなみにインターネットや地元の郷土資料を調べた感じでは、今のところ国道の建設予定はないそうです。峠を降りても道路の狭さは相変わらずです。そして昔ディズニーランド建設候補地だった長野県大鹿村の中心部が近くなります。この中心部の手前ら辺で中央リニア新幹線は南アルプス中央構造線国道152号を横断します。難工事には変わりませんが、リニア新幹線は道路すら建設できない青崩れ峠や地蔵峠を避けてルートが計画されているんです。普通国道といったら昔からある狭い旧道の近くに原道があり、その原道が狭い場合バイパスが建設され、原道やバイパスよりも早く移動できるよう高速道路が建設されます。しかし長野県には点線国道どころか点線すらない、つまり歩くことすらもできない国道が21世紀の現在も存在します。そしてこの国道がぶっ飛んでいるのが未来永劫旧道の復旧どころか原道の建設もする予定がないんです。何のために国道に指定したのかよって言いたくなりますが、その代わりに完全立体交差のバイパスが建設されています。旧道は壊れたまま何十年も放置し、原道も延々に作らないのにバイパスは建設するという変わった国道とは、元国道152号、現在の国道256号、小川路峠のことです。そしてこの完全立体交差のバイパスとは、三重南信自動車道のことです。本動画はこのような構成でお送りします。
なお、背景は青崩れ峠から佐久間の間で解説場所と違います。ご了承ください。12キロの未開通区間、58年間破壊放置され続け、そして未来永劫を建設するつもりのない国道とは、長野県の飯田市にあります。現在も稲山地を横断する12キロほどが廃道同然の山道となっていますが、綺麗さっぱり消滅しています。国土地理院が発行する地形図では、大部分が幅 1.5 メートルすらない道路、いわゆる点線国道として書いてあり、なんと終点近くではその点線すらも消えているんです。これだけ聞くと、なんで国道にしたの？青森県にある階段国道のようにちゃんと調べないで国道にしたの？そして国道がないってどういうこと？と突っ込みたくなりますが、この歩くことすらできない国道、江戸時代から存在した重要な幹線道路だったのです。その道路の名前とは秋葉街道、いわゆる塩の道の一つです。塩の道とは塩が取れない長野県へ塩などの物資を送るために、太平洋や日本海側から建設された道路のことです。そしてこの秋葉街道のメインルートは2本あり、1本目が伊那市高遠を起点にひたすら南アルプスと伊那山地の間を進み、途中地蔵峠や青崩れ峠を越えながら、最後は静岡県牧之原市相良町へたどり着くルートです。そして2本目が飯田を起点に小川路峠を越え、上村で1本目の秋葉街道と合流するルートでした。わかりやすく言うと、1本目が現在の国道152号、そして2本目が現在の国道256号です。廃道探検家のヨキレンさんのブログ、山西金ヶ谷、長野県の郷土資料を読むと、その経緯が見えてきます。大昔からの幹線道路だった小川路峠ですが、峠から麓の上村までの間は、急な坂道が延々と続いたため、つづら折れとも呼ばれていました。しかし、明治時代にはもっと強烈なあだ名がつきます。その名も辞職峠。辞職峠とネットで検索すると小川路峠が一番多くヒットします。まだ車がなかった明治時代、上村などへ転勤するために小川路峠を歩いた学校の先生や警察官は、あまりの道のひどさに辞職を考えたそうで、このことから辞職峠とも呼ばれていました。未だに国道が通っていない青崩れ峠や地蔵峠の比じゃないくらいきつかったそうです。しかもこの小川路峠が恐ろしいのが、明治時代になってすぐに長野県は小川路峠を歩きやすいように工事をしたのに、こんなところ歩くくらいなら辞職したいと言われたのです。どれだけ小川路峠がひどい街道だったかがこれでわかります。とはいえ、長野県はこの道を長野県道に指定し、重要な幹線道路としてたくさんの牛馬が通りました。余談ですが、辞職峠というあだ名がついた峠は他に岩手県、岐阜県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県、そして台湾にあるそうです。辞職を考えている方はよかったら歩いてみてください。使い物にならない小川路峠、歩くのすら大変と言われた小川路峠ですが、その後もバイパスを作ったりと改良されていきます。そして年号が明治から大正に変わり、大正8年に日本史上初の道路法が制定されます。道路法とは国道や県道といった日本全国の道路について決めた法律です。日本の道路網はこの大正8年の法律から始まり、現在の形へとなりました。そして小川路峠もこの影響を受けます。長野県を代表する県道に認定されたのです。当時は64本もの国道の下に府県道、郡道、市道、町村道と5段階のランク分けがされており、小川路峠は県に1から3本しかない府県道に認定されたのです。しかし、どれだけランクが上でも辞職したいほどきつい峠道であることには変わりません。何十年、いや江戸時代から数えると何百年も大して変わんない道路に生活のすべてを預けるわけにもいきません。そこで地元の資本家たちがバイパスを作りました。それも空を飛ぶバイパスを。そのバイパスとは流動作動、つまりスキー場にあるようなリフトです。実際に米俵をリフトに乗せて運んでいる写真があるんですが、はっきり言って古いスキー場にあるような小さな乗り物で、標高1600メートルもある稲山地を越えていたのです。大正中期、上村などがある遠山郷に川金という資本家が入ります。赤石山脈や稲山地にある大量の木を切って儲けようとしたのです。しかし道路は歩くことすら難しい小川路峠だけです。巨大な製材所も作ったりするのに、これでは仕事すらできません。そこで流動作動が計画されたんです。鉄道建設未経験の人が一つの山脈を超える15キロもの超巨大リフトを作って経営するんですから大変です。
そもそも規模が規格外です。だって現在、日本最長のリフトの8倍、ロープウェイの4倍近い長さがあるんですから。しかも作る場所は中央構造線に近い危険地帯。ケーブルを支える柱を建てようとしたら、地盤がボロボロで難工事、建設費は2倍に膨らみました。最初の5年間は大赤字で、自分の家の貯金を切り崩しても全く足りない。手当たり次第借金しても足りない。しまいには高利貸し、現在でいうサラ金にも手を出しました。それでも厳しくて、裁判や差し押さえも起きたり、会社はこのままでは自滅するしか道がないから、もう少し待ってくれと文書を送ったりもしました。錆びれる小川地峠。この流動作動は木材だけでなく、大量の生活物資はもちろん、非公式ですが地元の方もたくさん乗りました。だって歩かなくていいんですから。女性だと日傘を差して乗ったり、赤ちゃんを抱いたまま乗ったりもしました。ただこのリフトはあくまでも貨物専用です。つまり人が乗りには危険です。しかも当時はまだ電気も不安定です。そのため数時間もリフトが止まって空に浮いたままとなったお客さんや、リフトが外れて落ち、そのまま亡くなった方もいました。どんどん使われなくなった小川地峠ですが、そこへ大打撃を与える交通機関が登場します。鉄道の開通です。その路線とは現在の飯田線。豊川鉄道、宝来寺鉄道、三新鉄道、伊那電気鉄道という4つの会社が作った飯田線は、この地域の交通を劇的に変えました。鉄道の強みは大量輸送と安定性です。不安定で大して運べない小川地峠といった道路は一気に使われなくなり、同時に飯田線平岡駅から上村までの道路も広げられて、トラックといった車が沿線地域にも走り始めます。近くの大きな町まで鉄道で運んで、あとはトラックで運ぶ。この方法が広まったことで、小川地峠だけでなく、流動作道も一気に錆びれて廃線となりました。しかし、小川地峠の肩書きだけは立派です。だって、長野県を代表する県道の一つなんですから。しかし、それも長くは続きませんでした。肩書きすらも落ちていく小川地峠。戦後の混乱期が落ち着いた1952年、昭和27年、新道路法が制定されて、大正時代からの道路法が大幅に変わります。この新しい道路法では、国道の数は2倍に増え、1級国道、2級国道、都道府県道、市町村道にまとめられたのに、小川地峠は長野県道のままとなったのです。この時、飯田から浜松へ向かう国道は制定されています。しかし、小川地峠を通らないルートで、初代国道152号はルートが決められたのです。そして今度は小川地を通る県道の長さも短くなります。それまで青崩れ峠までの道路だった県道が、小川地峠の麓までに短縮されたんです。周りの道路はどんどん立派になっていくのに、肩書きすらも下がり続ける小川地峠。そして12年後、小川地峠は最後のとどめを刺されて、完膚なきまでに破壊されます。その道路とは赤石林道です。なんと、車1台しか通れないような狭い林道が、県道を徹底的に破壊したのです。国道を破壊した林道、1961年、スーパー林道などを作った森林開発公団が、小川地峠のすぐ北側に林道を作り始めます。当時、上村の主な仕事は林業でした。しかし、山の向かいにある大きな町、飯田まで出荷するのに4時間もかかりました。いくら車で運べると言っても時間がかかりすぎる。そこで最短距離で飯田まで行ける林道が作られたんです。ただ、これは表の理由です。本音は上村と林野町の利害が一致したからでした。上村の村民はいつまで経っても小川地峠はまともな道にならない。それなら生活道路にも使える林道を作ってもらった方が早い。林野町側も高度経済成長期で木材が足りてない。赤石山脈には手つかずの国有林がたくさん広がっている。道路を作って開発したい。こうして赤石林道が小川地峠のすぐそばに作られたんです。林道の工事はどんどん進み、稲山地で一番険しい場所には赤石隧道というトンネルが掘られました。写真で見ると車1台がやっと通れるくらいの幅しかない、とても暗くて怖そうなトンネルですが、やはり難工事だったらしく、1キロを掘るのに4年もかかったそうです。そして工事を始めてから7年経って全線開通を果たします。稲山地の急な斜面にへばりつくように建設された赤石林道。昔の林道なんですから、すれ違いもまともにできません。そして道路のすぐ下は急な崖となっていますが、昔はガードレールがなくて、すれ違いに失敗して谷底に落ちた車もいました。危険だらけの林道ですが、それでも車が走れる道路があるかないかでは大違いです。赤石林道が開通したことで4時間かかった道のりが1時間以下へと大幅に短くなりました。
そうなるとますます小川寺峠の存在意義は消えます。しかし存在意義が消えたと同時に道路そのものもこの世から消えたんです。別に森林開発公団は小川寺峠をわざと壊したりはしていません。ただ上村側では小川寺峠の真上に林道を作ったことで土砂崩れが起きて道が埋まったんです。そして一時期は文字通り誰も使わなかったことで廃道となりました。廃道を国道にした建設省、道路そのものすら壊れた小川寺峠。しかしそんな悲しい道路が国道の仲間入りを果たします。昭和45年、1970年に国道152号に指定されたんです。その5年後には国道256号にも指定されます。ただこれは小川寺峠を国道にしたかったのではなく、長野県の諏訪地域から赤石山脈、伊那山地の間をすり抜け静岡県の浜松へつながる国道が要望されていたからです。長野県と静岡県の10年にもわたる熱心な説得によって、建設省は飯田から浜松に伸びていた国道152号のルートを愛知県東栄町経由から小川寺峠経由に変えました。なぜ廃道同然の県道を国道にしたのでしょう。すぐ隣を赤石林道が通っているのに、普通に考えて林道を国道にして徹底的に改良した方がいいのではないでしょうか。この質問は国会でもされました。そして担当者が答えています。まず挙げられるのが、そもそも担当している省庁が違います。林道は農林水産省の外局である林野庁の担当です。そしていくら別の意図があったとしても、この道路はあくまでも林業のために作った林道です。そのため一般の車が大量に走る国道とは道路の規格が全く違います。一車線しかない狭い林道がやっと作れるだけの崖に立派な国道を通すのはものすごく難しいんです。しかも小川寺峠がある場所は中央構造線の地滑り地帯にあります。青崩れ峠と同じように国道レベルの道路を作るのは簡単ではないんです。それに国道とは日本全国の車が幹線道路と信じて走る道路です。頻繁に道路が崖崩れで崩壊し、すれ違いに失敗したら谷底まで真っ逆さまの林道を国道なんかにしたら何が起きるか分かったもんじゃありません。だから危険な場所はそもそも車が走れない県道小川寺峠を国道に指定しました。ただ建設省もそのままにしておくつもりはありませんでした。小川寺峠が国道152号になった7年後には国道建設のための地質調査を始めたのです。小川寺峠のバイパスは三遠南信自動車道、国に捨てられた高速道路として有名な草木トンネルですが、もともとは国道152号のバイパスとして計画されていました。しかしそれは小川寺峠も一緒なんです。現在三遠南信道の開通済みの区間に小川寺峠道路があると思います。これ小川寺峠のバイパスです。小川寺峠からだいぶ離れていて、むしろ竜頭作道が通っていた矢筈峠を通っています。このルートになった理由は、国会の答弁から推測すると、地滑り危険地帯の小川寺峠にトンネルを掘るよりも矢筈峠の方が地盤が安定していたからだと思われます。時は昭和52年、1977年、建設省は国道152号小川寺峠をどうするか調査を始めます。そして1982年に3キロも離れた矢筈峠にルートがほぼ決まり、1984年から小川寺峠道路計画がスタートするんですが、この後計画が大きく変わります。ただのミニバイパスがミニ高速道路建設計画に取り込まれたんです。その道路とは三遠南信自動車道。昭和62年、1987年、三遠南信道の建設が決まり、難所だけにバイパストンネルを作る計画が2倍以上に延長、そして完全立体交差の道路へとグレードアップしました。1994年には矢筈トンネルが無事開通を果たします。そして2021年現在、小川寺峠道路の延長部分は飯田から伸びてきた飯田道路に名前が変わって現在工事中です。この工事のために作った仮設の橋がサムネイルのこの字橋です。一方の赤石林道は生活道路としてとても大事な道路だったため、さすがにそのままにしておくことはできず、ガードレール取り付け工事が行われて、1982年には長野県道となりました。また1993年には国道152号と256号のルートが交換されて、上田から浜松を結ぶ国道152号、岐阜から上村を結ぶ国道256号に整理されました。廃道区間、最後に国道256号の廃道区間について簡単に紹介します。分断区間は歩くことはかろうじてできる点線国道と、物理的に道路が消滅している区間に分かれます。
まずは天仙国道区間。飯田川は天仙国道なのが一目でわかります。だって害獣対策用のバリケードで道路を封鎖しているんですから。次に反対の上村側、こちらは道路が崩壊しています。秋葉街道と書かれた看板があるからそこが道路だとわかるものの、何もなかったらただの崖です。続いて消滅区間。こちらは文字通りどこが国道なのか、いやどこが小川路峠の道だったのか全くわかりません。日本屈指の廃料探検家が大量の資料を調べてようやくそれっぽいのを探せるくらいです。上村側に至っては国道と思われる道路が長屋の間を通っており、さらにその先は大きな岩が鎮座、そしてマムシが住んでいるという張り紙がなされています。マムシと戯れたい方、ぜひ国道256号全線踏破をしてみてください。1994年3月、マイナス10度という極寒の中、工事を行い、300億円もの大金をかけて、4キロの長大トンネルが長野県に開通しました。そのトンネルとは矢筈トンネル、道路の名前は小川路峠道路、辞職峠というあだ名を持つ超危険な峠、小川路峠のバイパスとして建設されたトンネルです。今回は国道152号、山陰南信自動車道開設シリーズの最終話として、矢筈トンネルと日本一平べったい橋、天竜橋大橋などについて紹介します。本動画はこのような構成でお送りします。なお背景は説明場所と違います。ご了承ください。矢筈トンネル、今回ご紹介する場所は長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぼうと工事が続けられているミニ高速道路、山陰南信自動車道の飯田市側になります。中央アルプス赤石山脈に沿って浜松から伸びていた道路がいきなり西に向きを変えて飯田の中心部に向かうわけなんですが、ここには稲山地という標高1600メートル、1800メートル級の山々がそびえ立っています。しかもすぐそばには中央構造線という世界最長クラス、そして世界最悪レベルの巨大断層、中央構造線も通っていて、昔から歩くのも大変な場所でした。国道は何十年も未開通どころか、道路そのものが消滅しており、唯一横断できる道路はすれ違いもできない。ちょっとでもハンドル操作を間違えたら谷底へ落ちてしまう林道です。そんな場所を劇的に変えようと計画されたのが、小川路峠道路と飯高道路でした。この辺の詳しい歴史は以前挙げた動画、辞職峠の動画をご覧ください。まずは小川路峠道路です。この道路、道路のほとんどが矢筈トンネルというトンネルだけとなっていて、あまり存在感がないですが、稲山地を一気に横断する超重要な道路です。矢筈トンネルとは4キロ以上もある長い長いトンネルなんですが、この工事はとても大変でした。というのもマイナス10度の真冬にトンネルを掘ったからです。別に真冬に工事をしろとお役所が言ったのではありません。稲山地の冬はマイナス10度まで冷え込むため、真冬は極寒の中トンネルを掘ることになったのです。現在小川路峠道路と飯高道路はつながっていないため、高木インターチェンジで一旦下道に降りることになります。この時かなり高いところからぐるぐる回るような形で地上に降りるんですが、これは矢筈トンネルが標高900メートルという高い場所に掘られたからです。もちろん道路が凍ってしまわないように特殊なアスファルトなどを使っています。この字に曲がった橋、高木インターチェンジから飯田方面は飯高道路という名前に変わり現在工事中です。この工事も稲山地の山奥、それも高いところでやっているため工事用の道路も変わっています。なんと橋がこの字に曲がっているんです。これだけでも山奥の道路工事が大変だということがよくわかります。2021年現在、中央道とのジャンクションである飯田山本インターチェンジから飯田上久方、高木富田インターチェンジの間が開通していますが、この道路とある日本記録を持っています。それはアーチ橋の中で日本一平べったい橋なんです。その橋とは天竜橋大橋。名前にもあるように天竜橋という国の重要文化財にも指定されている美しい景勝地を横断する橋です。実はこのような綺麗な観光地を横断する自動車専用道路、高速道路の建設は日本初なんです。日本の美しい四季を味わえる天竜橋に高速道路を作るなんて普通はありえません。国交省も本当は避けるつもりでいました。でも他の場所は河岸段丘といって崖だらけの険しい地形なんです。つまりこの場所しか高速道路を通せる場所がありませんでした。何十年も地元の方々が願い続けた安全に稲山地を横断できる道路が欲しい。これを実現するには天竜橋に高速道路を作る以外方法がない。
なんとか折り合いをつけるために国交省と文化庁などが話し合って決めたのが、天竜橋の景色に馴染んで目立たない橋を作ることでした。この結果できたのが日本一平べったい橋なんです。環境にも優しい、綺麗で強い橋、天竜橋の景色に合っていれば橋を架けてもいいとはなったものの、橋の工事で麓の渓谷を破壊しまくっては意味がありません。逆に見た目や環境ばかりを意識して、地震が来たらすぐにぶっ壊れる橋だと怖すぎます。そこで周りの自然にほとんど手を加えないで、見た目も美しい、それでいて地震が来てもびくともしない橋を作ることにしました。渓谷の崖にちょうど橋脚が来るように設計されているのは、麓の自然を壊さないためですし、橋がシンプルで綺麗なカーブを描いているのも、強さと環境をなんとか両立させようとした結果です。天竜橋大橋は色だってこだわっています。天竜橋の美しい色に似合う色は何色か調査をした上で、日本古来の伝統色ヤマパト色で塗りました。もちろん夜の見た目も気にしています。そこら辺にあるような街灯が光光と光っていたら、夜の生態系に悪い影響が出ますし、橋の主張が激しすぎます。そこで橋の欄干に照明を埋め込んで光が漏れないようにしたのです。こういった努力の結果、2018年に橋の設計建設で一番名誉ある賞、土木学会田中賞に選ばれました。ちなみにこの橋、自動車専用道路の橋なんですが、歩くこともできます。道路の真下に維持管理用の通路があるんですが、その道が自由に歩けるんです。高さ80メートルから見下ろす景色は美しいと思うので、ぜひ渡ってみてください。どうやって作ったのか。ところでこの長いアーチ橋、どうやって作ったのか気にならないでしょうか。飯田国道事務所が工事中の写真などをホームページで公開しているので紹介してみようと思います。まず天竜川の両側にある崖に橋を支える基礎を作っていきます。次にワイヤーブリッジという転落防止用の橋を架けます。これは文字通り工事中の作業員の方々の通路や、高さが80メートルもある天竜川の谷底に人や物が落ちないようにする橋です。ワイヤーブリッジが完成したら、いよいよアーチ橋を作る準備に入ります。橋が両岸にかかるまでの間、橋はとても不安定で自分で自分を支えることができません。そのためワイヤーでアーチ橋を支えるんですが、そのための設備を組み立てていきます。そして同時に天竜橋大橋の部品を運ぶクレーンも組み立てていきます。高さ315メートルとものすごく巨大なクレーンを両岸に作っていきました。これらが完成したら、いよいよ橋を組み立てていきます。巨大なクレーンで部品一つ一つを運びながら、ボルトや溶接などでつなげていきました。ちなみにこの橋の建設で使ったボルトの数は22万本だそうです。こうして天竜橋大橋の下半分が完成したら、上半分を作っていきます。道路を支える柱を慎重に立てた後、道路の基礎となる床板を張っていきます。同時並行で橋の見た目を決める塗装していき、足場を解体、車が走る部分に塗装をしたりして完成となります。以上が小川寺峠と飯田が道路の説明です。八本シリーズとなった三遠南進道の解説はいかがだったでしょうか。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。